ユーカリプラザ地図、ユーカリプラザは千葉県桜市ユーカリが丘にあるショッピングセンター。ユープラやユープラは愛称である。1階から4階に各種専門店が入居し、5階以上が各テナントであるシネマサンシャインとなっている。京成ユーカリが丘駅とはウィシュトンホテルユーカリ経由で2階部分がコンコースで接続している。ユーカリが丘シネマビルとして企画され、 1999年3月6日にユーカリ・ガオカ・サティの2番街として開業した。シネマビルの名称にもある通り、当初の各テナントはワーナー・マイカル・シネマズであり、日本では13番目のシネマコンプレックスであった。このシネコンを含め、マイカルがスカイプラザ、ユーカリ・ガオカ・イーストタワー内の商業施設と一体で運営していた。2001年にマイカルが経営破綻し、 その再建過程で施設所有者である山満自身が運営を引き継ぎ2003年9月26日ユーカリプラザとしてリニューアルをオープンした2018年5月31日に開業時からの各テナントであったイオンシネマが閉館し同年6月15日よりシネマサン社員が新たな各テナントとして営業 AB ユーカリプラザユープラに移行 Q 26オープン。我が町。2016年6月15日閲覧。遠隔。山満株式会社。2016年6月15日閲覧。マイカル、ユーカリガオカがティに、雑貨新業態、二番街新設。日本食料新聞。AB、来春駅前にオープンする、複合映画館マルチプレックスシネマとはこんなものなのです。我が町。 2016年6月15日閲覧、ユーカリガオカサティ、一番街は2011年3月1日に、イオンユーカリガオカ店に改装後、2016年6月10日に、市内ユーカリガオカ6丁目に開業した、イオンダウンユーカリガオカの各店舗、イオンスタイルユーカリガオカとして移転した。詳細については、地区センター駅駅周辺参照、セイティ、ヤママン株式会社、 2003年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年6月15日閲覧。イオンシネマユーカリガオカ閉館に関するお知らせ。イオンエンターテイメント株式会社。 http://www.aoncinema.com コロンススララッッシシュュスラッシュカンパニースラッシュプレススラッシュ18スラッシュ04スラッシュ 0411.pdf 2018年5月16日閲覧シネマサンシャインユーカリが丘開業のお知らせ PR タイムズ2018年5月16日閲覧ありがとうございます。